こんにちは、かけまるです。以前からですね、ハンドルを見せてくれと、あとは、ワイパーの動く速度がどれくらい速いのか、見せてほしいとか、あとは、電動各国のドアミラーのボタンの位置を見せてくれとか、いろいろリクエストくれる、YouTube ユーザー様のために、今日は、ちょっと、車内を明るく照らせるように、スポットライト言うんですかね、を持ち込んで、ハンドルと電動ドア格納ミラーのボタンと、ワイパーがどれぐらい速く動くのか、一緒に見てみたいと思います。はい、一応これが WRX のハンドルで、D シェイプになってます。向きが反対ですよね、すいません、ハンドルの向き、正しました。D シェイプ型といって、ここが平らになってるんですよ。で、昔はここスバルのマークや、スバルのマークじゃなくて STI ってここに書いてて、ここには STI マークはなかったです。それとですね、左下のスイッチはこれなんですけれども、これを動かすことによって、すいません、ちょっとライトが、これを動かすことによって、マルチファンクションモニターが、メーターの真ん中にレイアウトされているんですけれども、これが表示が切り替わるというだけです。これは、SI ドライブのモードですね。で、こうすると速度表に変わったり、運転時間表に変わったり、メーターですね、変わったりしちゃいます。それと僕の C 型にはないんですけれども、オプションであったんかな。今の D 型はここに標準で、オーディオコントローラーとか、ついちゃってます。のドアップ、これはクラクションのボタンですね。エアバッグが後ろに内蔵されている感じです。あとはこれレッドステッチ入ってるんですよ。赤いこのアクセントですね。レッドステッチが入ってて、確か合皮ですよね。ステアリング、 WRX のステアリングは本革じゃなくて合皮やったはずです。次は電動ドア格納ミラー、ウィンウィンってこのドアミラーが開くボタンはここです。ここにあって、これを押すと開くんです。で、もう一回押すと閉じます。ワイパーが動く速さなんですけれども、普通がこんな感じです。 ETC カードを認証しました。有効期限は、これが普通の速度で、一番速いのはこれが一番速いやつです。で、ワイパーは動かすところはここになります。ハンドルのすぐ下ですね。以上、WRX の小ネタでした。明日は教習所関係の、すいません、またクラッチペダルの、クラッチワークですね、 の操作系の動画依頼ありましたので、ちょっと撮ってきますすいません。で、明後日ファミチキ行ってみます。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。